ディレクチョ DS、または、土壌とも略されるは、マイクロソフトによる、メディアファイル、またはストリームに対する、様々な操作を行うマルチメディアフレームワークと、API であり、ビデオ4、Windows の後継となっている。コードネームはクォーツであった。COM をベースとしており、多数のプログラミング言語で、利用可能な共通のインターフェースを公開し、 拡張性も高いものとなっている。フィルターベースでアプリケーションユーザー、またはソフトウェアプログラマーの要求に応じてメディアの再生、記録などの操作を行えるようになっている。ディレクショの開発ツールや文書は当初、ディレクテックス SDK に収録されていたが、現在では Windows SDK に含まれている。ディレクショに対するものとして、Apple のクイックタイム、 リ i ックス向けにグストリーマーやザインなどのマルチメディアフレームワークが存在する。Windows Vista からはメディアファンデーションを後継とすることが計画されている。ディレクチョの直接の前身はアクティビムービーであり、当初は Windows を MPEG-1 ファイル再生に対応させるために作られた。そこから B フレーム未対応のビデオ 4Windows や 完全3 2ビット化やコム化されなかったメディアコントロールインターフェースの後継たるマルチメディアフレームワークとして拡張されることとなった。アクティビムービーは1996年3月に公表され、同年5月ベータ版のインターネットエクスプローラー3.0で初公開となった。1997年3月、アクティビムービーは ディレクテックス5の一部となることが公表され、直接的にハードウェアを扱う技術に共通の命名を行う方針を受けて7月にはディレクチョと呼ばれ始めた。そして、Windows 98からすべての Windows に標準搭載されるようになった。DirectX 8.0から他の DirectX API と同様に重要なコンポーネントとして扱われるようになっている。 2004年10月、ディレクショはディレクテックス SDK から外され、ディレクテックス SDK エクストラスに含まれるようになり、さらには2005年4月、ディレクショはディレクテックス SDK から完全に取り除かれ、当時 Windows Server ーー 2003SP 一般だった、プラットフォーム SDK に移管された。ただし、現在でもディレクショの サンプルプログラムのビルドには以前として DirectX SDK が必要である。d i r e c t は大きなマルチメディアタスクをフィルターの並びへ小さく分割して取り扱う。各々の,の,のフィルターはデータ加工の一段階を表す。フィルターにはさらに入出力を意味し他のフィルターとの接点となるピンがあり、ピンの接続の仕方によって様々な機能を実現できるようになっている。 ディレクションを使用するプログラムではフィルターインスタンスの作成と接続を行ってフィルターグラフを構築する。フィルターは主に3種類ある。フィルターグラフを視覚的に構築して試すことができるツールとしてグラフィーディットが存在する。グラフィーディットではレジストリから登録されているフィルターを探し接続して実行を行える。再生にあたって フィルターグラフは再生、録画、録音、編集、圧縮、変換、ネットワーク転送など幅広く使用されており、それだけでなく、ディレクチョでは DVD 操作などインタラクティブな操作も可能となっている。大半のフィルターは、ディレクチョ規定クラスと呼ばれるディレクチョ SDK 収録の C クラスを使用して作られている。ディレクショ規定クラスは、フィルターの作成、 接続や、フィルターグラフがフィルターを自動的に使用できるよう、必要なレジストリへの登録を扱ってくれる。自動的に使わせたくないフィルターでは、登録させないことも可能である。実行中のグラフへの修正は困難である。大抵はグラフを停止させ、新たに作り直す方が簡単である。これに対処するため、ディレクチ八点0では動的なグラフの作成、再接続、 フィルターの連鎖の機能が追加された。しかし、ほとんどのフィルター制作者が、この機能を無視しているため、実行中のグラフの作成が問題なく行えるとは、言い難い状況である。標準では、一般的なメディア形式のフィルターしか導入されない。例えば、コーデックとして、MPEG-1、MP3、Windows Media Audio、Windows Media Video、MIDI、 コンテナフォーマットでは、AVI、a s f WAV、それ以外には、分離、多重化、入力元、出力先、性的な画像のフィルターなどである。これらの特許は Windows にライセンスされており、別途ライセンスを受ける必要はない。現在、評判がよく標準が制定された現代的な MPEG-4ASP、AAC、H264。 ボービスのコーデックやアグ、MOV、MP4 などのコンテナなどが含まれていないことに注意が必要である。使用には別途コーデックを得る必要がある。しかし、ディレクチョは市販品やオープンソースのソースフィルターを使って拡張でき、様々なコンテナ形式や音声、映像のコーデックがある。例えば、アグボービスムセパック、ムセパック、AC3 などが挙げられる。 さらに VLC のように他のマルチメディア API の機能を提供するブリッジフィルターというものも存在する。フィルターグラフの構築には様々な方法が考えられる。最も単純なのはファイルや URL などからディレクトョに自動でフィルターグラフを構築させる方法である。それが不可能なら ソースフィルターなどと必要に応じて既存のカスタムフィルターを手動で追加する方法が考えられる。その場合、接続はディレクショに任せたり必要に応じて手動で行ったりする。また、適当なフィルターがなければカスタムフィルターの作成から行うことになる。再生時、ムービースタスクを呼び続けないといけないクイックタイムの C API と違い、 ディレクチョは、透過的に扱う。つまり、バックグラウンドスレッドを作って、プログラマーに余計な負担を強いることなく、スムーズな再生を実現している。もう一つ、クイックタイムとの違いとして、URL からの読み込みとコンピュータ内の、ローカルファイルとの読み込みの手順で特に違いが、存在しないということが挙げられる。これは、ディレクチョの、 フィルターグラフが差異を吸収するためであり、クイックタイムでも最近はこの点が改善されている。ディレクチョ編集サービスは Windows Movie Maker のため DirectX 8.0、Windows XP で導入されたディレクションのアーキテクチャ上で構築された映像編集を行う API である。これにはタイムライン、トラック、サイズ変更、クロップ、映像、 音声へのエフェクト、トランジション、キーイング、自動フレームレート、サンプリング周波数変換や、その他ノンリニア編集で用いられる、無数の機能が搭載されている。さらに、高水準の実行時合成、飼育対応、グラフ管理は低水準のディレクショの機能を使用中でも、利用できる。ディレクショ編集サービスは、ビジュアル C 向けに、 インターフェースが用意されているが、最近では C や VB、ネットなどといったネット言語で利用できるようにするサードパーティーのライブラリーとしてディレクチョリブが存在する。他にはディレクチョ編集サービスも含めたディレクチョの API を Delphi 5.6.7よび C Builder 6などで利用可能にするサードパーティーのライブラリーとしてズパックが存在する。当初、 ディレクチョが映像を再生する手段として、ビデオレンダラーフィルターが用いられた。これは、まずダイレクトドロー、それがダメなら、グッディを用いて描画するレンダラーである。ビデオレンダラーでは、ビデオウィンドウへのアクセスが制限される。ビデオ4ウィンドウズでは、映像再生用ウィンドウのハンドルに対して、アプリケーションが適切な扱いをしないことに起因する。 デッドロックに苦慮したため、初期のディレクチョでは、再生するためのウィンドウへのハンドルが、アプリケーションから隠蔽されていたこともあった。そのため、画面の映像上に、字幕の文字や絵を描画する確実な方法は当時、存在しなかった。ディレクチョ6.0では、ディレクテックスメディアの一部として、オーバーレイミキサーをリリースした。これは、 字幕を付けての DVD やストリーミング放送の再生のために作られ、ダイレクトドローをレンダリングに用いる。なお、オーバーレイミキサーの使用の際には、ウィンドウ管理のためフィルター接続の下流に、ビデオレンダラーフィルターが必要である。オーバーレイミキサーは、オーバーレイ対応のアナログ TV、チューナーカードと強調するための、ビデオポートエクステンションズもサポートしている。また、 ドバ接続にも対応している。Windows XP では、ビデオミキシングレンダラ7が導入された。この7は、g ディ d i を全く使用せずダイレクトドローバージョン7を描画に用いることに由来する。VMR-7 の特徴は、複数のストリームやグラフィックスの混合が可能になったことである。例えば、アプリケーションが、 映像上に文字や絵を載せることが可能になったのである。また、VMR-7 には、ウィンドウハンドルの扱いに関する問題を改善した、ウィンドウレスモードが存在する。公式には、VMR-7 は、Windows XP 以降にしか用意されていない。DirectX-9 では、VMR-9 が搭載されている。これは、ダイレクトドローではなく、 ダイレクト 3DQ を描画に用いる。こちらは DirectXQ が使用可能なすべての Windows で利用可能である。Windows Vista ではメディアファンデーションとエンハンスドビデオレンダラと呼ばれる新しいレンダラーが用意されている。EVER はドバ2 0に対応しているが Windows Vista には搭載されていない。ありがとうございます。